赤穂城は、兵庫県赤穂市にある日本の城。江戸時代は、赤穂藩主の居城。城郭は、国の史跡に、本丸庭園と二の丸庭園は名称に、指定されている。別名、刈谷城、大高城。日本百名城、日本の歴史公園百選にも選定されている。本丸を囲む二の丸と隣接する三の丸。北の大手門本丸、北面の本丸門。 本丸南の石垣と、堀江戸時代、阿公藩の成長が置かれた。阿公城の前身となる城郭は、池田長政が、慶長5年に築城したと伝わり、総上城,城と後世に呼ばれた。これは、絵図や、発掘調査から、遺構が現存する後世の阿公城本丸と二の丸と、ほぼ同じ位置に存在したことが、明らかになっている。その後も、池田家に、 赤穂軍大として仕えた、たるみ犯罪門勝茂や、赤穂藩主となった池田政、池田聖光、池田照之によって改修がなされたものの、簡略な城郭であったとされる。昭法2年に、浅野幼が赤穂へ入宝すると、慶安元年に、追記願いを幕府へ提出、同年に築城に着手した。これが、現在の赤穂城であり、現内演武の後に、 築城の始まった全国的にも珍しい城郭として著名である。現在では海岸線から離れているが、追記当時は阿古城のすぐ南側まで海が入り込んでいたことから海岸平城に分類される。縄張りは変形輪郭式。本丸と二の丸は本丸の周囲を二の丸が取り囲む輪郭式に配され、 その北側の3の丸は2の丸北辺に取り付くように、はしご角式に配置されている。重宝線を意識した設計となっており、十字砲下が可能なように両方に似た横矢掛りや横山姿が数多く用いられている。縄張りは、阿公浅野家初代長治家の時代、浅野家に仕えた、公衆流兵学者の近藤正積みによってなされた。 またこの時、阿光藩に仕えていた軍学者の山が祖公が、女王2年に築城中であった阿光城の縄張りについて助言した。これにより、二の丸門周辺を手直ししたと伝わり、発掘調査ではその痕跡の可能性がある遺構が発見されている。最終的に、広文元年に阿光城は、着手から13年かかって完成し、銃の隅櫓、 門が十二あり、車の延長は2847メートルに及んだ。本丸には、追記時に設置された、天守台が残存するが、江戸時代を通じて天守そのものは建築されなかった。明治時代前期に、城内の建物は、破却、一部の石垣と堀のみを残し、民家にへ払い下げられた土地の大部分は、田畑や宅地に転用された。 本丸跡は小学校ほか、公共施設の用地に当てた。1928年から1981年まで、兵庫県立和高高校の敷地となり、西洋風の鉄筋コンクリート校舎が存在していた。1955年には古写真を参考に大手、杉屋倉、大手門が建築されている。1971年に、和工場跡が、 国史跡の指定を受けると、門、平、庭園が徐々に再建され、現在も2の丸庭園の復元整備が続く。本丸には、本丸門や本丸御殿の間取りに加え、発掘調査で確認された庭園などが復元整備され、その規模や当時の暮らしぶりの一端を伺うことができる。阿光城は5万国の国高の割には、規模の大きい城である。 五層天守の造営も計画されていたが幕府への遠慮か財政難のためか造営されず、天守台のみが今日に残っている。阿光城は海岸に近く標高がほぼ1メートルと低く、堀の水や井戸水には海水が混じり引用に適さなかった。そのため、熊見川の上流に遺跡と水路を建設して、上水道を敷設し、木内のみならず、浄化括弧にも給水したのは、 藩主池だけが治めた1616 16年である。着工の1614年から四季は全出の大館、樽水勝茂が取り、山に取水トンネルを掘り、熊見川の水を導水路で引いた。これは、旧阿光上水道と呼ばれ、日本三大上水道の一つに数えられており、2003年には、 城下の居住地区で発掘が進むと、現在の地表から1メートルほど地下に、江戸時代の生活面が確認された。そのさらに下層の、1600年代前半に相当する、地層から竹を加工した管や、木造のマスが掘り出され、江戸時代の浅野市地制以前に、上水道システムがあったと判明した。当代の池田藩主は、球場内ばかりか。 城を見上げる町内へも給水網を整備したことが分かった。この上水道の遺構は整備保存され、歴史的な観光スポットとして公開している。赤江城は、朝野市の、元禄赤江事件で有名だが、池田市にも照大木が狂乱し性質などを殺す、昇法赤江事件。赤江城を預かった辰野藩は木坂市時代にも、赤江城に在番した重臣が突如、乱心して、 同僚を切り殺す、脇坂阿光事件、森氏にも上位派の志士たちが反省を私物化したと、疑い、過労の森力を暗殺した、文久阿光事件が起きた。大高城1930年代の赤穂条項の、天守閣2006年から、赤穂青年会議所が、赤穂義司祭放散阿穂義司祭が行われる12月14日、までの数日間、天守台に、 天守風の外観になるように建設足場用の交換を組み、電球を配線し夜間点灯される。年々、天守の高さが高くなっていたが2009年以降は誤想となっている。本来、阿公城には天守はなく、歴史的な資料を参考にしているわけではない。天守台に組まれた光の天守閣土類石垣、堀などが残る。 三の丸二の丸本丸主な執筆者名、編者名の五十音順。本文に使用していない資料。各項目内は、発行年順。上格と、上下庭園。ありがとうございます。